はいどうも皆さんこんにちは。さあ今回なんですけどね、今回はもう昔から俺がやってみたかったことをやってみます。まあ結果はやらなくても分かってるんだけどもやりたい。まあそれがね、今もうここに出てるからなんとなく分かるかと思いますけども、この間買ったエアコッキングの、この向きか、エアコッキングのSOCOM。こちらにですね、この固定ガスのアクセサリー、ラムとサプレッサーはつくのかというのをやってみたいと思います。やるまでもなく分かってるんだけどさ。というわけで、行ってみましょう。はい、もう、じゃんじゃん行きましょうね。いつも俺動画が長くなってさ、8分とか9分とかあるじゃん？あれ、やっぱり良くないよね、きっと。みんな、3分ぐらいが、やっぱ限界でしょ、動画見るのって。だからできればね、3、4分で終わらせたいよね。というわけでね、もうちゃっちゃと行きますよ。はい、こちらがエアコキ。こっちが固定ガス。じゃあ、固定ガスのこのアタッチメントを外します。うわ、軽っ！これめちゃくちゃ軽っ！この固定ガスの方もね、結構軽いから、エアコキとあんまり変わらん。まあ、サバゲで使うなら軽いのは正義だけどさ。よし、じゃあやっていくよ。まずはこのラム。チャラララチャラーンと。はい、つきました。そりゃつくよな。つかなかったらサイズが違うってことになっちゃうからね。うわー、いいなー。エアコキでこれついちゃったよ。もう小学生ぐらいの頃からこれはね、気になってたんだよ。ていうかやってみたかったんだよ。つくんだろうなーってのは分かってるんだけども、やりたくなる。まあ人間そんなもんでしょ。じゃあサプレッサーつけるか。ちょっとバレルがなプラスチックだからあんまりこれつけて振り回すとかはやんない方がいいだろうな。はい、ついた。サプレッサーもついちゃったよ。うん、やっぱりこのエアコキの方のマズルはプラスチックだからあんまりつけたり外したりを繰り返すとか締めすぎちゃうとネジを壊すかもしんないですね。だからその辺は気をつけた方がいいかな。どれ？じゃあちょっと打ってみようかな。まずはじゃあサプレッサーありで打ちます。お？ちょっと音静かになったかな。じゃあこれ外してみようか。はあ、なるほどね。ちょっと違うかもしんない。ちょっともう一回やってみようか。うん、やっぱり若干変わるね。ただガスブローバックと違って、これの場合は大きな音のする原因が多分このピストンの前進する音っていうかなんだ、ピストンがシリンダーに当たる音か。それが多分一番大きいから、完全な無音化はできませんけども、まあそれでも若干くぐもった音にはなりますね。まあ、でも、これわざわざつけて遊ぶメリットはないかな。あ、でもね、唯一固定ガスではできないこととして、よいしょ。この状態で、ホールドオープンの状態で維持できるっていうのはあるかと思います。まあだから、あんまりいないと思うけども、この状態で飾っておきたいとかいう人がいたら、まあ、やってもいいんじゃない？まあそんな感じで、今回はエアコッキングのSOCOMに固定ガスのアクセサリーはつくのかという動画でございました。じゃあねー。